今回はさりげなさげな地下道から始めているんですが、実はこちらにも地下道の名前がついていて、阪急塚口駅地下道なんですね。そこから南へ向かって行って左に曲がると駐輪場へ、そして右に行くと踏切方向、宝くじ部があるんですが、そこへ行くことができるんですが、そこから南に行く直進の道があって、そこからスーパーへ直結行くことができるんですね。そこらの商業施設へと行くことができるんですね。ということで今回は、さりげなく地下道から始めたんですが、阪急塚口駅の南口へと出てきました。休日は普通しか止まらずに、利用される方もまばらなんですけれども、昼間になってくるとかなりの方が利用されてくるというところなんですね。そこらの商業施設から向かって東側には阪神バス尼崎市内線のバス停があって、ちょうど5112が30号、そして5111が今入ってきたところで、連番が続いて入ってきたところ、そしてその中には阪急バスも乗り入れています。東側には塚口サンサンタウンが広がっていて、イオンのスーパー、そして映画館などが入っていて、そして公共施設も入っているんですね。そしてそこらの上はこのようにマンションになっていて、塚口駅の南口は発展途上にあるというところなんですね。阪急塚口駅南口から出てくるんですが、今回は西向きに最初は向かっていって、右手に塚口駐輪センターがあり、そしてそこらの商業施設の1階、タバコ店に理容店、そしてコンビニが入っていて、その先西側にはみずほ銀行、宝くじ場と ATM コーナーがあります。そして左に曲がってきても、飲食店、不動産店に医療機関が立ち並ぶ一角になっていて、そこはそこらの商業施設、マンションが高くそびえ立っていますので、ここは冬場になると少し寒さを感じるかもしれませんね。阪急塚口駅周辺を出てきて住宅地へ、そしてこのようにですね、波形の舗装になっているんですが、コミュニティ道路を南へ向かってきます。今は南塚口町を歩いていることになります。南に進んでいくと、ツバメが描かれている電灯があって、そしてカタツムリが描かれているモニュメントを見ながらコミュニティ道路を進んでいくんですが、ここで右の方へ曲がり、南塚口町は1丁目の方を進んできます。その先を西へ進みたかったんですが、猛犬がですね吠えていましたので、ここで左へ曲がり、両方向を見ながらになったんですが、こちらが園田学園中学高校なんですね。そしてその中学高校を過ぎてくると、宮田公園に差し掛かることとなります。人の方がいらっしゃいますので、今回は中へ入ることは省略しますが、その学園高校側には広場が広がっていて、正方形型の広場なんですが、その手前に歯の屋根のついた休憩場所があり、そして南側の方にはツインの滑り台などのある遊具類が揃います。そして宮田公園の中にはお手洗いの方もついていて、出てくるとローソンのコンビニがあって、そして宮田公園の西側に NTT のビルがそびえ立ちます。青々とした秋晴れにこのように電波塔が多く目に映ってくる風景がいいですよね。そこから左に曲がって、南東方向へと向かう形になるんですが、右手の方にはセンターセブンのスーパーがあり、その手前に尼崎信用金庫、アマシンの塚口南支店があります。ここはさらに少し西の方へ向かってきて、南塚口町1丁目南の交差点に差し掛かってきたところで、信号を渡らずに左へ、2車線からなる大きな道路沿いへと出てきます。まもなく南塚口町7丁目交差点へ。周辺には洗車店があり、
そしてすき家があってドラッグストア、コンビニと店が揃っているところなんですね。ちょうど今 AD に雨ドラマ行きのバスが入ってきて発車してきたところなんですが、すき家がある向かって南側バス停が見えてきましたが、こちらが南塚口町7丁目のバス停になります。こちらは13と13の2、そして AD2 が出ているんですが、南塚口町7丁目を出てきてその先上下水道調査前、そして総合医療センターへとつながっていって阪神山ヶ崎まで、ほとんど同じ経路なんですね。そして時刻表も13番群の方が5本出ていて、 AD2 の総合医療センター経由も1本運行されていて、総合医療センター方面では10分に1本の割合で出ているということなんですね。そして向かって右手の方にはテニスコート、そして下水道施設があるんですが、そこは右に見る形で進んできます。こちらに側溝施設があるんですが、実はその中に公園が入っていて、このように滑り台とブランコが置かれているようなんですね。先ほど下水道施設があるとお伝えしたんですが、こちらが尼崎市栗山中継ポンプ場なんですね。そして今歩いているこちらが県道142号になっていて、そこから南に進むと阪神尼崎駅、そして国道2号沿いへと出てきます。そして間もなく交差点、スバルのカーリーダーショップ、そしてカレー店午後一番屋にファミリーマート、そして冠婚葬祭会館、さらにはドミノ店があるんですが、そこを左右曲がると山間通りへと出てきます。こちらが錦橋の交差点なんですね。そこから左右東西へと行くと山間通りへ、そして今歩いてきたこちらが5号バス線なんですね。錦橋交差点を過ぎて周辺には新城下橋のバス停があって、下橋というのかもしれないんですけれども、そして交差点名にもなっている錦橋を渡ることとなります。錦橋の方へと差し掛かってきて、その先には名神高速道路のシェルター高架がかかっていて、朝日に照らす川がその下を流れます。その下に流れているこちらが有名な庄毛川なんですね。錦橋を渡り終えて南の方へと向かいます。名神高速の高架下を抜けてくると、右手西側にはライフ、その中には100円ショップのキャンドゥが入っています。そして両方向には自動車店があります。錦橋交差点を過ぎてからも5号バス線を南の方へと南下してきたんですが、ちょうど名神町1丁目の交差点に差し掛かってきたところで、朝日に照らしながら左へ曲がります。ここは東へ戻る形になっているんですが、もう一度庄毛川を渡ってきます。そして小浜大橋の方に差し掛かるということになります。この庄毛川沿い、左右にはこのように散歩道が出ていて、庄毛川に沿って歩くことができるんですね。そして小浜大橋を過ぎた東側には創価学会尼崎文化会館があります。そこから左に曲がると大きな道路沿いへ出てくるんですが、その先信号がなかなかありませんで、車の方もどんどん通ってきますので、ここは信号を渡った方がセオリーかもしれませんね。そして庄毛川の向かってこれが東側になるんですが、
竹の下公園というところがあるんですね。遊具類の方は置いていないんですが、このようにベンチの方が一つぐらい置いていて、そしてこのように大きな電線塔がそびえ立っているわけなんですが、その庄毛川沿いには小浜土地区画整理記念の碑が置かれてあります。その先を進んでくると名神高速道路沿いの方へ戻っていくんですが、今回は竹の下公園でフィニッシュになります。まあ、これまで駅あるいは大きな公園や施設などでフィニッシュすることが多いんですが、この公園で終わるというのも珍しいことなんですよね。まあ、地下道で始まり、まあ、一角にある公園で終わるという形でですね、まあ、今回はお許しいただきたいというふうに思うんですが、今回は阪急塚口駅南口の方から、まあ、南下をしながら5号バス線を南下しながら名神高速道路の高架下をくぐって竹の下公園まで、時間にして33分51秒、距離にして 2.19 キロ、3049歩の236キロカロリー、5号バス線を中心に、まあ、南下してきて、まあ、阪急塚口駅の南口を出て、まあ、西から歩いてきたんですけれども、まあそこから5号バス線を長く長く南下してきて、そしてまあ最後は名神町1丁目交差点で信号を渡らずに左に曲がって東に行って、ガソリンスタンドと文化会館の手前にある公園までということだったんですが、本当に青々とした中に電線がそびえ立ち、そして風も爽やかに感じて、まあ、気持ちよくですね30分間歩けたという印象がありますね。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。